今日マウスなし？ないです。お前ちょっと死アナログ。やばいマジで。はい、じゃあマイクあげまーす。Yeah。さて、今週も始まりました。FM ギノワ K&K のミュージックキャノン。ポップ担当のカオンと、ロック担当のコート。はい、ミキサーのキャノンです。はい、よろしくお願いします。3人でお送りしていきます。この番組は、美味しいオリオンビールが飲める、名護市にある、チナ商店の提供でお送りしております。はい、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということでですね。はい。あ、スタジオがすごいことになってますね。はい。びっくりです。はい、本当に。いやいやいや、キャさん、生放送お疲れ様です。本当に。ありがとうございます。ドタバタ、ドタバタも、本当に。今日はセレクトでお送りしていこうと思います。ちょっと今日はもう曲いっぱい流したいので、はい。先に、前半ロックと後半のポップス分全部曲紹介したいと思います。はい。前半ロックからお送りするのは、今日はですね、ギタリストの特集で、ギタリストマーチンと、1か2との曲の中から、1曲目、レイラ、2曲目、スイートドリームス、3曲目、カルメン、というのが、マーチンからの3曲で、4曲目からは1か2とで、ウィンドウ、5曲目、ホーム、6曲目、アイムソーリー、7曲目、ピクチャレスク、8曲目がですね、マーチン&1か2との、コラボで、ジャスト・ザ・トゥー・オブ・アスという曲と、はい。はい、ポップスからはザ・ウィークエンドで、イン・ザ・ナイト、A ピンクで、マイ・オー・マイ、シャイニーでフィールグッド、ビッグナティでホーム、シアでデイズ、テイラー・スウィフトから、カーディガン、で最後グラント・モーガンで You'll Be In My Heart をお送りしていきたいと思います。はい、一旦 CM 挟んで、曲流していきたいと思います。はい、それでは、うん、ゴー。斬新、めっちゃ今日斬新、全部が斬新じゃない？ドタバタ。ドタバタすぎて私もマスクを忘れてるの今気づいたわ。あ、しかしあれだね、響くね。しかしさ、すごいね、本当に皆さんこんばんは。こんばんは。お送りしていってますけれども、ここ今スタジオがちょっと今日はね、違うスタジオからなんですけど、まず入ってきて早々、マジで廃墟化したかと思ったぐらいの状況なんですよ、今。びっくり仰天でございます。ちょっと待って。工事中ですからね。はい、工事中なんで。しかも私もびっくりしたわ。マスク忘れたの今気づいたし。これ。これあと何分から始まる？これ今どうなってる？あ、来てるね。週末にあと1分ぐらいある。はい、それでは埼玉の郷さん、はい、おーっすできてますね。急防に心を合わせる人。ありがとうございます。郷さん、かおんちゃん、キャンチー、こんばんは。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。シュプリームさんからおこんばんは。そちらは、説教部屋ですか？懐かしい！でも、マジでそんな感じだよね。そんな感じだよ、本当に。でも、僕に説教された人募集中です。ウケる。ちょっと今日響いてますからね。無知持ってくる。余計にいいですよ。いい感じですよ。オードブルに、もこもこもとし君に、説教ドッキリやった。あれ、神回です。めっちゃ面白い。ウケるね。今日、マジで何でもありじゃね？待って。埼玉の郷さんだね。タック松本？タック ?TAC? 松本はって来てます。なんだろう。兄さんから、カオさん、コウさん、キャンさん、お三人さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。詰所みたいなお部屋からなんですね。改装中だからでしたっけ？そうなんです。そうなんです。今日本当にすごい。もうマジで工事現場みたいな感じになってます、今。あとは、埼玉の子さんから、安心してください。リスナーは、今の技能案の状況、分かっている。ああ、そうなんだ。素晴らしい。兄さんから黒目来てます。ありがとうございます。埼玉の子さん、説教してて来てますよ。もう第一号ですよ。どんな説教してほしいんですか？何を希望されますか？埼玉の子さんか。ゴーさんは何だろうね。3月2日3日、沖縄一人で行くから説教してってよ。おおい。でも、郷さんに説教することないからな。松本はビーズの松本さんだよって。アタック松本がそうだ。うん。シュプリムさんから、職場のインターン女子大生がテイラー・スウィフトの東京ドームライブに行ってきたよ。おお、
6万のアリーナ席とかで、お土産的なやつが超豪華でした。いやー、すげえ。すごーい。マジでいけたんだね。しかも6万って紙席じゃったかな、どうなんだろう。サイデムのゴーさんから、その日だけ配信しようかって来てますよ。あ、その説教の時だけ？説教の時。めっちゃ面白い。ちょっとそれもそれでありかもね。かっこいいね。いや、今回は、もうちょっとね、ドタバタみたいだったんですけど、キャンさんが。まあ、どうにか遅れているみたいでございますが。シュプリムさん、テイラーのライブの画像があるけど、このスタジオからも、キャスに乗せられますかって。いける？インターン女子のどえらいえらい可愛い画像があるってよ。あー、ごめんなさい、今日そこまでの準備ができてないです。あ、じゃあ、来週だね。来週行こう。来週でも、来週もちょっとまだ様子見だよね。あの、今月いっぱい一応ビースターからなんですよ。だよね。じゃあ、来月だね。できないこともないんですけど、ちょっと今は準備ができてない。うん。とりあえずじゃあ一応来月を目標にちょっとシュプリムさんお願いしたいです。どえらいの見たいっすね。いいね。コンティニューコインありがとうございます。シュプコインありがとうございます。いやー、マジで。いいね、埼玉のごさん。3月2日3日沖縄。最高だね。シュプリムさん、とりあえず画像だけ送りますって来てますね。ありがとうございます。ちょっと後ほど。じゃあちょっとこちらでうちうちで見ていきますね。いやーすごい、皆さん今ね、リニューアル前を見たい方はぜひスタジオ来ていただけたらと思います。マジ で一応関係者以外入れないです今。あ、そうか、そうか、そうか。今ねマジで工事現場化してるんですよ。なのでちょっと確かに危険ちゃ危険。明かりもここは明るいですけど、他はもうライト皆無なんで、真っ暗の状態です。それもそれでね、ちょっとね。まあ今しか見れない光景ですね。そうだね。まあ確かにそれはある。ただ本当に、私たちも今日初めてスタジオにリニューアルして、工事始まってからは初めて来て、今、マジでびっくりしました、入り口。今なら僕も初めて来ました。ね。本当に、と思って、一旦、あれ潰れたって思っちゃったんですよ。マジで、ここ当たってると思っちゃって。そしたら、普通にキャスターが、おはようございますって出てくるから、と思って。びっくり、マジで。それぐらいマジで今工事現場化してます。チェッカーズムサさん、おー、ヤッホー、ヤッホー、ヤッホー。新鮮な画角ですね。レア！潰れた。だから、なんか潰れたところみたいになってきてるね。はい、じゃあ皆さん、今からね、バレンタインも来ると思いますので、もう急にね、バレンタインの話振ろうと思いますけど。今日お二人には私からはもうバレンタインをお渡ししたんですよ。今日がだってもう12でしょ？あ、もう明後日じゃん。ありがとうございます。はい。皆さん、世の女性も、男性からもあげていいっていう話になってるからね。どうか、カオンさんに、今日あげたい方は、カオンさんにスニッカーズって言ったら、僕が代わりにこうやって、横から差し出すんで、どうぞあげたい方はカオンさんに。どうぞ一票お願いします。今日さ、すべてがさ、本当にさ、レアだよね。面白すぎるわ。兄さん、この間 FM 議論案の下にあるコーヒーショップ、カレー屋さんは行ったけど、上には上がってみてないので、見に行ってみようかなって言ってます。今廃墟だ。今廃墟、マジで廃墟だよ。明るい時に来た方がいいと思います。マジで廃墟っす。こんな真っ暗な中から声聞こえたら、相当怖い。怖い、怖い。本当に怖い。本当に。チェッカーズムソンさんから、おお、さすができる女子。ありがとうございます。ぜひね、なんだろうね、この機会に、なんか、なんだろう、告白、なんだろう、懐かしいね、この学生の時とかはさ、なんかその、こういうイベントに合わせてさ、ちょっと勇気を持つみたいなの、いろいろあったけどさ、大人になるとさ、ないね、なかなか。なんか、だからこの機会にね、なんか、ちょっとね、発したい人とか、こう、決意を胸に何かをね、思いを伝えたい方は頑張っていただきていないとって思います。いや、なんか、久々になんかちょっと、バレンタインデーらしいことしたな、私。だいぶ。懐かしい！し！今のバレンタイン、若い子たちってどうするんだろうね。もうなんか、世の若い子たちはよくわからない。なんか、LINE に丸をつけたら怖いと思われたりするんでしょ？何それ？
なんか、句読点とかつけるとさ、なんか怖いと思われるんだって。今の子たち。どういう意味？だから、なんとかです。お疲れ様、丸、みたいな丸つけるじゃん。それが怒ってるように見えるから、開業したりとかにして、丸とかつけないでくださいみたいなんだって。なんじゃそれ。ええー、と思って。マジついていけねえと思いながら。すごくない？この時代の変わり。まあまあでも、文章とかね、言葉とかって時代とともに変わるからさ。うん、すごいよね。句読点がダメってマジでビビるじゃん。国語の先生びっくりだよ。本当に。あ、でも昔、なんかこのロックミュージシャンとかも言ってたけど、うん、小ギャルが言語を作っていくっつってね。はい。あの、女子高生とか高校生とかの時期が、新しい言語を生み出して、うん、それ、その子たちが大人になる頃に、うん、また廃れていく。その間にそれが主流になって、また次の世代がまた似たような感じで、なるほど、ね。どん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 って変わるんだよ。はあ、面白いわ。兄さん、廃墟は怖いっすねって。うん、そうだね。廃墟っていうか、もう、もともとここ、ちょっとね、ちょっと。あの、もともとがね、外に音がさ、響くね。もともとがすごいので、ちょっとさらに廃墟化して怖いので、夜は来ない方がいいです。埼玉のゴーさん、スニカーズ。兄さんがスニッカーズ。あ、そこが正解です。スニッカーズ。そう、スニッカーズです。あ、それは、あの、カオンさんへって付けないとあげないですよ。スニッカーズになってる。商品が変わってるけど。あの、今日はツイキャスの方々から、カオンさんにスニッカー一票って言ったら、横からスニッカーが出てくるんだ。ちなみに、キャンさんにはチーズあったんですけどね、もう先に全部あげちゃったんで、あの、ありがとうございます。あの、この方式、あ、スニッカーズカオンさんへ。やったー、兄さんありがとう。レギュラースニッカー1本。ありがとう。あの、みんながカオンさんにプレゼントするような方式なんで。今、兄さんからカオンさんにスニッカーズ入りました。なんでよ、ゴーシなんでよ。キャンさん甘いものいけないんだよね。なんで私にでしょうよ。ゴーさん、あの、キャンさんにはチーズでお願いします。チーズ！埼玉のゴーさん、去年ギドマ行った時あまり感じなかったよ。一昨年やばかったって。え、待って、何を感じる人なの？ゴーさんでしょ。やこの3人で、あーってなるの。あ、何かわいいケーキ。リサいつもありがとうございます。かわいい。あ、バレンタインだからってこと？チチ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 。やめてやめてやめて。怖い。うん、マジでゴーさんのチチチチ。え、ゴーさんもあれ系なの？あ、ここは何、トライアングルなの？時と場合によるんじゃない？いいね。それがだから怖いんでしょうよ。今飽きちゃダメだよ、みんな。あ、シュプリームさん。さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ゴーさんからキャンチに酒をが来てます、ね。あ、もう本当にキャンさん飲みたい気分ですよね。間違いないね。ね、間違いない。それは間違いない。間違いない。昨日も結構な仕事頑張ったんで。めっちゃ緊張しました。昨日やばいっすよ、本当に。マジお疲れ。まあ、とある、うん、あれを、うん、キックボクシングの試合の本気をやったんですけど、うんうん、まあ、やばかったっす。マジで。あの、本格的に照明も、利用者入って、映像もあって、っていうところで。ちなみに場所言えるの？イトマン、くくるイトマンで、ね、うんうん。めっちゃガチのやつだ。ガチのやつです。キックボクシングか。すごい。音響だけやったの、全部。あの、音響やって、で、音響やる中で、うん、あの、その時主催者さんがメインのイベント出たんですよ。うんうんうん、だから、メインはもう本当にもう別格、もう両方ともプロの試合だったんで、もう別格で、あの、ちょっと演出したいって言ったんで、あの、いろいろ凝った演出を、あの、この朝のミーティングで、あの、映像の出すために幕をこう、履けるとかって時間が必要とかだったんで、で、しかも安定しないといけないとかって言ったんで、うん、だったら、その時間作りちょうどいいので、うん、あの、こういうあのオペラの曲を使って雰囲気作って、で、あの、MC の方にこうアナウンス入れてもらって、それでちょっと調整しましょうとかっていうのを僕が仕切ってやりました。やばー。めっちゃお疲れ様です。でもあれよ、あの、キャンさんマジで格闘技イベントもう引っ張りだこになると思う。そうだね。前回のほら、ボクシングのやつもやってるさ、ね、はい、うん。いいね。ありがとうございます。ナイス。ゴーさんが、昨日、糸満、すごかったみたいよなって。いや、それはいろんな意味ですごかったんじゃないですか。怖い、何？どういう意味？なんか結構ニュースありましたね、言うの。そうなの？昨日？最近テレビ見てんだよ。私も全然見てない。ニュースなんかあったっけ、昨日。でもあれだよね。3連休でしょ、世の人たちは。糸満ってちなみにキャンプある？キャンプは糸満はなかったと思う。糸満はないのか。何かあった？あ、でもめちゃくちゃ、やっぱり混んでましたね、昨日は。うん、混んでたよ。だってほら、旧正月入ってるから。はい、ああ、それね、うん、アジアの方々って旧正月が大きいの、ね、よ。ああ、いった、あ、いともロッテが入ってる。
みたいな。ああ、ほうほうほう。そうなの？ロッテでしたってことはでしたなんですかね。あったんですかね。なるほど。兄さん。ロッテ、ロッテ、ロッテ、ロッテってどっちのロッテ？ロッテ、キャンプ。じゃあ、なんとかロッテ。なんかあるな。日ハムは日本ハムファイターズみたいな。あ、千葉ロッテ、あ、千葉か。ああ、ああ、ナイスナイス。そう、千葉ロッテか。オッケーオッケー。今覚えなきゃね。ロッテってでもさ、ロッテって何？お菓子メーカー。ロッテって日本ねん。ロッテ確か韓国だよね、うん。あ、だよね、やっぱり。お菓子メーカーね。なのに千葉ロッテなんだ。はーってきてるよ。すみません。金曜日に、で、次男が発熱して有休。3連休からの明日、もともと有休。おお！めっちゃ休んでるやん。元気もりもりさじゃん。ロッテラブって書いてる。あ、ゴーさん好きなんだ。俺スニーカーズロッテだったら笑うけど。うわ、すごい。5連休だって。兄さん、昔はロッテ好きだったなって。え、あのさ、みんなさ、このさ、昔はどこが好きだったって球団が変わるじゃん。それはさ、何が変わるの？この、選手が行き来することで変わるのか、なんていうの、そもそもの、なんていうの、この、何が違うのさ。人によると思うんですよ。やっぱり選手が好きだから、とか、監督が好きだからとか。ああ、監督をね。でも、地元だから、やっぱりチーム変えないとか。ああ。沖縄の場合特殊で、沖縄にチームないじゃないですか。ないね。で、沖縄の場合はいろんな地域に、うん、キャンプが来るので、うん、だからそこに固定されるっていうのは結構増えるんですけど、ただ、沖縄の場合はだから、あんまりその、向こうほど地元感が強いわけじゃないので、うんうん、そうだね。だから、好きなチームっていうのは、なんか選手だったりするから、いろいろそういうところによると思う。なるほどね。シュプリムさん、関西人あるある、弱いから阪神が好き。まさかの？それはあんまりあれだね。阪神ファンには言えない。でも、去年優勝してますから、ね。そうね。そうね。あれしてるからね。勃発するでな。兄さん、ロッテがほとんど最下位だったから応援してました。うん、ああ、そういうのもあるのか。なるほどね。そういう意味で言えば、沖縄の人あるあるじゃないですか。うん、負けてる方を応援する。ああ、確かに。え、頑張りなさいみたいな。あるある。へえ。確かに、沖縄あるあるだね。とりあえず分からないけど、負けてる方を応援するみたいな。はい、面白い。え、今はさ、何？このさ、最下位もさ、結局この、なんていうの？なんとかリーグってあるでしょ？いや、私本当に野球分かんないからさ。セリーグ、パリーグ。あ、そうとかさ、それも、まずそもそも分からないわけよ。何が？セントラルリーグとパシフィックリーグ。あれは、略称でセリーグ、パリーグ。何が違うの？あ、リーグが違うんです。リーグが違うってことは、ルールとかも違う。ルールも変わります。へー、そこ？パリーグが。そうなの？ DH OK だったか。DH は何？指名打者制度って言って、へぇピッチャーの代わりに打者を入れ切れる。へぇだったと思うんですけど。あ、そこからなんだ。ごめんなさい、間違ってたら皆さん修正してください。そもそもさ、だから野球知らない人ってそこからなんだよ。ツイキャスの方々で、情報を。そうそうそう。ゴーさんが、昔、小学生までは読売ファン。二軍の応援で、選手に仕方されて、試合前の練習で帰りました。中学生時代から千葉ロッテファン。ああ、なるほど。そういうのもあるのか。シュプリムさん、予告先発とかも。ああ。ゴーさんが、簡単に言うと、ピッチャーが打席立つかと、立たないかのリーグ。え、そういうこと？そう、DH っていうのあると、だからピッチャーが結局打席に立たないです。さあ、でも、ゴーさん、読売ガチで大嫌いって。めっちゃ、アピールしてるやん。なんで、読売って言ったらジャイアンツでしょ、はい、ジャイアンツってなんか沖縄の人好きなイメージすごいあるけどね、私は。僕も小学生の頃はジャイアンツでした。ねえ。っていうのも、ゴーゴー松井くんでしたっけ？コロコミックで。うん、出てた。松井選手の、漫画やってたんで。パロディ。シュプリムさん、大谷さんも DH。DH、うん、夏ってきてるよ、コロコロコロミック。読売、桑田の絵好き。桑田さんの絵ってこと？桑田っていう子がいる。桑田選手いるじゃないですか。うん。あの、KK コンビの。KK？ はい。桑田と、あれです、清原です。ああ、その桑田さん、はい、息子がマット？そうそうそう。ああ、はいはいはい、わかる。あ、の桑田
桑田の絵が好きということ？あの、このゴーゴー松井くんっていう漫画の時の桑田さんの絵が好きなんだ。ああ、そういうこと？なるほど。へえ、面白い。ゴーゴーなんて？ゴーゴー松井くん。ゴーゴー松井くん。ゴーサが、オーガータ、アイカワ、川中の絵も好きだった。みんなだった。なんでよ。まだ好きじゃないの？へえ。かわいい。なんて言ってた私。アイカワ。あ、ごめんごめん。超普通に読んじゃった。あれじゃない？なんかさ、この、スポーツ決めるとき、アイカワ翔やんかってきてる。やめてやめし。メールの写真見てみてください。お、シュプリムさん見てみようね。見れるの？見えるかな？見れるのか？見れはするんですけど、一応、多分こっちで操作しないといけないんで。あ、オッケーオッケー。見れはするんだ。シュプさん久しぶり。ちょっと待ってよ。それよりこれがゆっくり前ですね。ウケるね。いや、今日ね、もろっとね、なんか全部がちょっと、あれなんですよ。不憫な状態なんで、今こっち全部。わお。ナイス。シュプさんの写真。あ、しかもそれで見てるから余計いいじゃん。キャンさんに見せてもらおう、俺。まず一発で。どうぞ。これでスライドしたら。ああ、すごい。わあ、すごい。はあ、めっちゃ美人じゃん。やばくない？これ、なんでこれ、なんか、こちら、こちらだけで見ていいの？なんかのイベント？これ、だから、あの、ライブ行った時の。ああ、ほん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 。かわいい。うーわ。アリーナの席、6万の席よ。いや。どこ舞台なん？こっちだね。いやー、すごい。すごい。待って、アリーナでこっちってすごいね。まあまあまあ。東京ドーム。そうよね。でっかい箱だとそうだよね。めっちゃすごいね。うわー、すげー。そう考えたらね、あの、沖縄の箱で見れるっていう。素晴らしい。あっち行ってもでかいじゃんね。でかいですからね。でかい箱より狭い箱でいいよ。ていうか、めっちゃ絵綺麗。すごい。この豆粒がテイラーさんね。豆粒言うね。見て、でもさ、これ超でかくない？でかいでかいスクリーンね。どうなってんのこのスクリーン。ちゃんと投影してる。すごいね。あ、終わった。すごい。すごい、キャンさんありがとう。多分もう一つあると。テイラー、すごい。なんかあれです、ね。カモちゃんにスニーカーズを。あ、はい。素晴らしいです、タイ。あの、白と黒があるんですよ。誰か白もカモさんに提供してあげて。今、通常のスニーカーズ2本目です。はい。チャリラ、チャリラリーン。カモさんに、カモさんにバレンタイン。はい。チャリーン。イェーイ、ありがとう。2個来た。白って言ってる。白って言ってる。あ、じゃあ白にして。じゃあ、これ埼玉の郷さんからです。イェーイ！あの、Thank you！ さっきの、募集何何さっきの女の子の、温泉浴衣画像らしいです。やばあ、でも私さっきが好きだな。かわいい！かわいいめくっていいの？あ、もうこれ一枚だ。これ一枚か。なんか雰囲気変わるね。いいね。さっき。全然雰囲気違いますね。うん、全然違う。エロ。みんな想像したんだろう、どうせ。このぬいぐるみが気になる。なんだこれは。アグレッシブレツコか。レッサーパンダからなんだろう。現金なカモさんって書いてある。あれじゃない？あれ、なんだっけ？あの、コアラさんじゃない？こんばんは、お二人ともご無沙汰す。ああ、沖縄大好きさん。はーい。いるよ。今日はね、なんかね、ごろっと全部がいろいろ違うのよ。まずは、この劇場が、第二スタジオだし、で外は、なんかもう破壊されてる感じになってるし。破壊。なんかもう、私たち、映画の中の一室に残って配信してるみたいな感じになってるわけよ。助け求めて、ね。うん、マジで。助けてくださいみたいなさ。マジでそんな感じになってる。埼玉の子さん、カオンちゃん、カリウドみたいな格好だなって。あ、これ今日もこもこ着てる。寒いのよ珍しいよ、私から寒いなって。カオンちゃんにスニッカーズを、埼玉より。棒読み。武蔵さん、こんばんは。カオさん、コウさん、ミキさんにキャンさん、リスナーの皆さん、こんばん、ミュージックお疲れ様です。ありがとうございます。白、白、募集が来てるなんでよ。ありがとう。スニカズラキー、ふ沖縄大好きさん、こんばんは。こんばんは。シュブエムさん、飲み会やるとパジャマですっぴん、メガネで来るけど、それが最高すぎ。ういーし。もう終わった。あ、もう終わった？はい。コウさんのが終わって、早っ。早いね。カオさんも行きます。行きます、ポップス入ります。今日ね、なんか知らないけどね、ウィークエンドがどうしても一発目に聞きたくてね、とりあえずウィークエンドは入れておきました。そう、なんか今日聞きたい、あ、なんか、ちょっと聞きたいなと。
なんかウィークエンド流しながら夜ドライブいいっすよ。いい、最高。そして私の耳には聞こえてない。やばい。すいません。これを変えよう。あ、いや、今聞こえないです。CM の音聞こえないんですよ。そうそうそう。こっちでかけてる。あ、そうだね。設備が違うんで。30分超えたのに今やっと理解したよね。はい、カズボイさん、こんばんは。あ、ここはいいさん。シュプリームさん。カオンさん、マリリン・キャンソンさん、皆さんこんばんは。ワンワン。もう、セカンドでは放送できるようになったんですね。いや、これ放送できてるって言うのかな。キャンさん、キャンさんのおかげでなんとか、ちょっとこうやって、うん。そうそう。今日、春風亭翔太さんの落語聞いてきた。めちゃくちゃ面白かった、最高だった。あ、今日来てるんだ。あれでしょ、絶対ナハートでしょ。春風亭翔太さんってどっち、どっちって聞いても分からんか。武蔵さん、カオンさん、今日、本日はスタジオが違うなら、違うからなのか、いつも以上にハイテンションですね。うん、そうそうそう。カモさんがテンションでどうにかしてくれてる。そう。今日スニーカーズもらってるからさ。ああ、そういうことか。そうそう。あ、でも、皆さんが言わないと、スニーカーズ、うん、カモさんに。ぜひスニーカーズって叫んでくれ。カーブボーイさん、あれ、セカンドじゃなくて、ギノワンの表の方だって。うん、ああ、そうそう、このスタジオのことね。あ、そうか。シュプリムさん、あ、音楽を全く聞いていなかったって。あ、シュプさん、今日はですね、ギタリストの特集で、イチカ。二と一かですね。一か二とと、マーチンをやったんですよ。うん、で、それぞれの曲を流して、最後に、マーチンと、一かのコラボした曲っていうのを流して。うんうんうん、まあ、二人のこの違いっていう、あ、まず、同じところは、一本のギターであれ奏でてるんだよ。うん、どっちも。このパーカッションも全部、うん、メロディーラインも、後ろのバッキングとかも全部、一本のギターでこなしてて。それがまず共通点。で、大きな違いはどこかって言ったら、エレキかアコースティックでこなしてるかて。あ、アコギいいね。その二人が組み合わさった瞬間、なかなかかっこいい、面白いわけ。かっこよかった、よかった、どれも。しかも分かる曲もあったしね。あ、基本カバーだからさ。うん、そうそうそう。カバー曲。分かりやすい。そう。メロディーやって。埼玉の郷さんが笑点の司会者だよって。笑点を見てるか見てないかが笑点だよね。チーンってやりたいんだけど、チーンがない。誰かチーン。俺とかさっきチーン探しに行ったんだけど、見当たらなかったよ。エースライン全部取り残す。だからさ、せめてエースライン。なんかチーンって言ってた。面白すぎるわ。カブボーイさんから、春風亭翔太さんの今の笑点の司会してる人若く見えるけど、案外年、あ、そうなの、年いってる。お城好きの人なんだって。へぇ。あ、コウさん。チーン的なのありますよ。いいね。面白いよ。さてみてごさん。これ読まなくてもいいんじゃない？スニッカーズ回収だって。なんでよ。沖縄大好きさん、プロレス大好き、春風亭翔太師匠。会いに行きたかったーって来てる。あ、プロレス好きなんだ。ちょっと意外だね。見た目確かに若いもんね。ごさん、チーンの代わりこれ行きましょう。怖っ。マジで破壊音やん。兄さん、ありがとう、モッフィオ。あるよ、私、チーン。待って。確かね。あ、プロー、やば、めっちゃクラブやん。なんかそういう音入れたな。私、ひふみさんに言われて。懐かしいけど、どこに入れたっけな。なんかそういうサウンド入れたよ。うわー、もう覚えてねえな。アプリから入れた気がするな。チーンの音鳴るよ、だから。ちょっと待って。ブホ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 パポポブホ。助けてくれー、マジで助けてくれー。あ、で、これセリフでもいきますけどね。いろいろじゃん。サイレンです。マジでサイレンだ。本物、はい、あ、あるよ、ほら。あ、それやばい。それとも僕の脳で言った方がいいです。めっちゃ。やばい。皆さん、イヤホンしてる人、注意してですね。マジで気をつけて。ほら、あるよ。あー、やばい、こっちドアないんだった。うるせえ。ほら、あるよ。あー、いいね。そういうの、今日もそういう。いいよ。はい。交換音あるよ。ちゃんと。この期間遊ぶしかないですよ。Yeah.
もう、そう、あ、チーン、あ、いいね、チーンやね、チーン。供養しましたの、お父さん、これ。あの、誰かが何か、残念なこと言ったら、これで。あ、面白すぎる。供養しましたって言うんで。ける。スプリムさん、ドラムロールだ、笑いって言ってる。埼玉のピンポンポン、コワコワ甲子園、キャンさん、爆走されてますよ。スプリムさん、自由すぎるが来てる。供養。さあ、でもとこさん、沖縄尚学対ウェルネスの決勝やんかって。ん？今？どういう意味？自由すぎる。だからさ、めっちゃ自由やな、やばい。あ、まあでも、いいんですよ。うちの番組それで。受ける。なんなら、よく山内さんが、うん、K&K だったらいけるでしょう。酒飲みながらやろうよ。うん、やろうよって言うね。確かに。受ける、マジで。とりあえずスニッカーズを。いや、後ほど食べるよね、マジで。いや、マジでありがとうございます。あ、今のところ、兄さんと埼玉の郷さんから。いや、さっきさ、郷さんしかも回収で来てたけど。まあ、気にしないで私はもらう。兄さんが丸さん、三人。あ、3人にくっつりくんずだって。いや、だからキャンさんは甘いのダメなんだって。そう、だから私が、結果私がもらうんだよ。うふぅぅ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 。制限する一人一個までって。なんでよ、ダメ。もう白と黒があるからさ。うちはさ、他の、そしたら他の人からももらえるじゃん。そうか。そうだ。みんなスニーカーズをって叫んで。叫んでくれ。これな、なんなん、他に何があるの？いろいろあるよ。これいいな。これいいな。めっちゃウケる。ちょっと時間差があるから、ちょっと。ああ、面白い。昭和のパロディみたいな。だからさ、遊ぶ日ってきてる。ひふみさんの番組。これ止められるの？長いな、ちょっと。そう、長いのよ。チーンぐらいな感じで。チーンはだからこれ。じゃあじゃあ、これ供養しましただから、これは。あ、ありだな。本日の番組は終了しました。ウケる、やばくない？すごい。はい。今、あれですか？すごい効果。スネークいませんでした。やってやって。いや、そこじゃない。あ、違うな。どれだろう？うん、これじゃなかった。うん、でも、これでもなかった。あ、これだ。ん？誰だ？これか。これだ、これだ。違う違う違う、さっきのだ。ん？これだ。誰だ？めっちゃ。あ、面白すぎる。わかる、このネタわかる、うん、このネタもわかってない。だけど、音はやばい。ゲームしてる人。ん？エロ本か。ん？あ、メタルギアらしい。ゴーさん、さすが。さすがゴーさん。受ける。待って。やばい、新しいおもちゃを見つけた子供って来てる。G は振り向いやしって言ってる。お疲れ様でした。この音、あのアプリ。そうそうそう。ひふみさんから教えてもらった。兄さんがお茶ありがとうございます。メタルギアやし。このアプリ持ってるっす。うん。ナイス、めっちゃ。今日とかマジで使えるじゃん。今日が一番使い時だよ。これ、本当すごいね。やばいな。マジですごいよ。本当に。ちなみに、この部屋だけだからね、明るいの。うん、本当に。本当に怖いの。曲がなかったら怖いし。一番怖いのは、フラッと人が入ってきた時怖いです。ああ、そうだね。そうだね。ちょっと待って、ちょっと待って。カランカランって。そうだね。確かに、それはいい。確かに、めっちゃ怖いかも。まあ、そのためにこっち開けてるんだけど。はい、うん、だけどさ、それで入ってきたら本当に怖いじゃん。お、何やってるんですか？そう、マジで。あ、放送中です、座ります？ならんわ。マジでならんよ。スニーカーズどうぞ。マジでならん。今日は最後って聞いて、今日は最後から来てるよ。今日ね、逆にね、今からスタートするために頑張ってます。今月は今日が最後。一応ね、
言い忘れたんだけど、うん、冒頭で。ちなみに、カオンさんとの、この、キャンさんと3名で、この番組やり始めて、うん、はい、5年目に差し掛かるところです。ウィーイ今月で、今月で5年目に差し掛かります。ウィーイ言うの忘れてた。素晴らしい。やば。いつから始まったっけって話になって。そう、2020年スタートしてた。うん、最初に使ってた沖縄手帳が、うん2020年だったから、あ、じゃあ2020年だな、つって。そうなんだよ、みんな。思い出して2020年の2月に流した曲でも今日流そうと思ったけど、無理だなと思って。懐かしいね。あ、今度それ流そうよ。いや、いいよ、もう流してっから。来週いいね。いや、いいよ、いいよ。あの時のことを思い出すとまた、あれ、なんでいないって流す。いやね、マジ、スタートもね、波乱万丈なんですよ、うちら。マジで。パーソナリティ不在とかだね。そうそう、めっちゃ仕事入っててさ、あ、休んでませんでしたってなって。えぇってなって。はぁ、もうちょっと無理でしたね。あれはね、ちょっと難しかった。ありがとうございます。おめでとうございますが来て、黒みも来てる。ありがとうございます。インスタの方でも、上げさせていただいたんですけど、ゴーさんが早速来てたけど、リクエストにも。うん、ありがとうございます。インスタをね、ちょっと活用しようと思って、一応今のところ頑張ってますよ、私。素晴らしい。いやー。褒めてあげて、褒めてあげて。褒めてあげて。テララッテラーンドで。ヘッドホンかけない方がいいかもしれないです。なんで？ヘッドホン外してた方がいいかも。オッケーオッケーオッケー。下に下げてた。おや。ゴーさんがインスタ頻度少ないよって。そうなんだよね。だから、何あげるかなぁ。よかったよ。じゃあ今日スニッカーズあげるよね。いや、基本、なんかおすすめの食べ物だとか、このお店美味しかったよ。そしたらさ、もう、こいつマジであげ、な、食べ物しかあげないやん。いやいや、食べ物あげたらいいんだよ。そうか、そうだ。ラジオでは音楽流してんだから。そうだね。インスタまさかの全部食べ物です、みたいな。あ、カオンさんおすすめのパン屋美味しかったですって、そのうち言われる。マジパン屋さんだったら勧められるよ。あ、勧めて。めっちゃ美味しいところある。俺そこ行くよ。うん、ぜひ。本当に美味しい。マジで。ザックザクが好き。私ハードパンが好きだわけよ。だからハード、そうそう。でもほら、まあ、そうは言うても、ホストも好きだけど。ハード系でもさ、この、材質違うでしょ。うん、違う。わかる。最近は、でも、なんか、フランスパンを、あえて自分でカットして、焼いて食べる。これが一番うまいことに気づいた。あ、焼くで思い出した。うん。前、言ってた、迷ってるっつってたやつあったじゃん。アラジン。トースター。うんうんうん。データからトースター。うん。レンジぶっ壊れてから、アラジンに手出した。まだ届いてない。今から届く。楽しみだな。お前楽しみ。めっちゃいいと思うよ。もう、ブルーのも良かったけど、うん、ブルーのもありつつの、アラジン、うん。アラジンにしたんだ。アラジンにした。いいね。今からだね、じゃあまた。もう、いっそのこと。うん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 。めっちゃいい。料理の幅が広がる。最高でございますよ。ぜひぜひ。ゴーさんが今日聴いた曲とかあげればいいじゃん。まあそうね。まあ。そうだね。じゃあ仕方ない。今日食べたラーメンとかやるよ。ギノワンのパン屋さん。なんかイベントあったらイベント情報カモさんに回して。あ、そうだね。私あげるよ。キャンさんのイベント。DJ 雑草。ありがとうございます。ぜひあげていただきます。あげますので。まあでも僕、あれなんですよね。飛び込みが多いんで。あ、そうか。あ、急に決まる？はい。でも私のインスタも急に始まるから大丈夫よ。だいたい急だから。そうですね。丁寧にお断りされた。それでも私はぶっこんでいくよ。急でも大丈夫よ。ギノワンパン屋さんね、ギノワン。私もさ、はじめなんかめっちゃ検索して、調べて、実際に行って、なんていうの？やっぱりね、人それぞれ味も好みも違うわけじゃん。だから行って実際に美味しいか食べる。いや、私何様でもないんだけど、やっぱり合うか合ってない、好きかどうかっていうのは調べる。それで美味しかったらみんなに勧める。まあまあ、それ。それはね。それは、そう。まあ、食べ物はどうしてもね、合う合わないがありますからね。あ、でも、食べるセンスはカモさんいいと思うよ。マジで？うん。食べ物、味食うたでしょ？うん。いや、でもね、意外に私ね、味がないのも好きよ。例えば？だから、何もついてないパンとか大好き。じゃあ、ドゥアジャールじゃん。だから、何やねん、それ。そのまま小麦の味やで。そのままのパンの味があるわけ。そう。それが好き。だからそんなの嫌いな人もいるじゃん。必ず味がついてる方がいい人もいるじゃん。まあ。そう。あ、味なしのおかゆ大好き、私。なんなら味なしのおかゆをよく作る。へぇ。うん。何も入れないのが好き。兄さん、幻のシナモンパンも食べてみたいです。何それ？ここよ。
え、知りたい。なんなん。シナモン大好き。なんなら、チャイとかも大好きなんですよ。チャイいいね。チャイ最高。マジ大好き。あのさ、シナモン、何言おうとしたの今。あ、シナモンベーグルとか、やってるところがあれば。6個で3000円すごっ。そんなのあるの。ちょっと調べよう。沖縄なのネットとか幻の、幻っていうお店の女のかな。いや、わかんない。超めっちゃ気になる。そこら辺の情報。ちょっとください。はい。宜野湾、浦添、宜野湾、浦添、どっちかな？なんか食パンのお店だったら知ってるよ。食パン、何お店の名前忘れた今。どれ？食パンのお店。でもな、浦添かなあれ、宜野湾じゃないかも。6個で3000円。マジ幻だね。じゃん！いやー、最高。今もう視野が流れてる。懐かしい。東方神起5人に戻らんかな。それか、安室ちゃん、顔出さないけど、ライブもしないけど、CD だけ出さんかな。めっちゃ、なんか、ライブとか行きたいんだけど、誰行っていいかわからん。今、なんだろう、迷子。めっちゃ迷子。このイベント、趣味がない。そうそう、今もう趣味がなくなっちゃう。いや、だから、あれよ。音楽の趣味ってことでしょ。そう、なんか、ライブに行くぐらいハマってる人が今いない。ああ、まずは、じゃあ一旦、とりあえず食べ物に行っておいて、また音楽のところ好きなのがあったらそこ行って。そうだね。確かに。ああ、めっちゃいい。なんか美味しい食い物見つけたら教えて。OK。ご飯なんてもうほとんど美味しいじゃん。あ、キックボクシングやめたのって。懐かしい。キックボクシングね、諸事情によって行けなくなったから、やめてはいないんだけど。あれ？隣の人ついに殴った。やば。たかほら、隣になんかいい感じのいるんだよねって言ってた。絶対あの人ね、経験者。あの人を殴れとか言うわけさ、こうさ。違う、俺は、殴れて言ったんじゃないよ。そうだね。すいません、ちょっと当たっちゃいましたって言ったら、いい出会いになるんじゃないのって言ったの。めっちゃ方向音痴よ。窓内に手パンチするってやばい人だけど、マジで。いや、でもあの人は本当に経験者だと思う。もうなんかね、全然パンチが違ってた。この形っていうの。うん、あれは、ね、素人の私が見ても絶対経験者だろうなって思うぐらい綺麗だった。多分拳がボクサー向きです。何そんなあるの？まっすぐだから。はい。ここが？手首が。ああ。ひねらないで。まっすぐいけるってこと？はい、痛そう。痛そう。でも体的に自分、打撃系受けれないんで。ああ。だからやってないんですけど。そうなの？多分練習したら結構拳的にはいけると思う、うん。でもさ、その格闘技の人たちってさ、結局さ、当たるのも好きなんだよね、きっとね。いや、そんなことない。そんなことないよ。当たった瞬間でブチってなるのか。おらーみたいな、なるの。基本みんな当たるのは嫌だと思う。あ、そうか。そうなんだ。あれはもう本当に強さの証明なので。ああ、そうか、そうか。で、あとあれなんですよ。この、結局、知略戦なんですよね。うん、うん。どういうパンチが飛んでくるかを見極めて避けながら自分のパンチ当てるっていう、うん、ゲームなので。ほら、見て、ゴーさんが言ってるじゃん。そんなんただのド M やん。ちょ、だからド M かなと思って話してるの。いや。そんなことないか。だって、でもさ、結局さ、自分のこともさ、めっちゃ、なんていうの、追い込むじゃん。だから結局だから、M だと思うんだよ。私はね。じゃあ、キックボクシング始めたのド M 感からなの。ああ、それ言われるとそうでもないんだ。違うでしょ。だって、カオさんの話聞いたらさ、もう、あれでしょ、イラッとするやつの顔を思い浮かべて殴るんだよ。めっちゃグーパッチ。ド S じゃん。めっちゃ。最高よ、マジで。僕もド M って自分のこと思ったことないですよ、陸上やってる時。トレーニングとかで。ああ、そうか、追い込むけど？追い込みますけど。なんそう言われてみたらそうか。自分が追い込まれてるっていうよりも、うん、他の人の練習でとことん追い込んであげるのが大好き。どうですか？あ、逆だな、どうですか？ラスト1。はい、1。はい、1。はい、1。あ、危険。危険、アドレナリンが危険。兄さんから沖国近くだけど近くないパン屋のクロワッサン食べてみて。カモさん行ってみてください。オッケー。沖国ね。なんか沖国って久々だな。沖国近くだけど近くないパン屋のクロワッサン。近くないパン屋のクロワッサン。あの近辺でクロワッサンを調べてみたらいいんだね。おーやー。あ、シュプリモさんがいいこと言ってる。あ、そうだよ。
だって天才とさ、バカもさ、紙一重じゃん。みんな一緒だよ。ド M とド S もみんな紙一重。だから、じゃあ自分がさ、ド M です。ド S ですって言えばさ、そこになるでしょ。いや、ド S とド M はさすがにないんじゃないですか。両極端って。あ、そうなの。そうかね。ド M にはなれないと思うんですよ、うん、ド S の人。まあまあまあ。ああ、そう、ああ、そうか。逆にド M の人がド S の一面出すのはあるかもしれない。あ、まあ、確かにそうなのか。いや、面白い。しかもさ、もうさ、握りしめすぎてさ、だんだんさ、スニーカーズがさ、やばくなってきた。溶けてきて。そう。いや、置いときなよ。ダメ、今これマスク代わりだから。あ、そういう。マスク忘れたからさ。いや、なんか違うの、違う箱あるんじゃん。いいよいいよ。一回冷蔵庫で固めるよ。溶けてんじゃん。テイラーだよ、ほら。今タイムリーでテイラー流れてますよ。カーディガン。どうだったんだろうね。外国の人のさ、ライブさ、なんであんなにさ、V パン履きたいんだろうね。人によるよ。みんながみんなじゃない。人による。そうなんだけどさ、うん、V だよね。まあまあ。ビヨンセも絶対 V なのよ。まあまあ、マドンナもそうじゃん。アギレラもそうでしょ。面白いぐらいみんな V じゃない。なんだろうね、あれ流行ってんの？ステージ衣装ってやつ。だって、ただでも足長いのにもう出さなくてよくない？もう日本人みんなわかってるよ。Awichもだよね、ほら。うん、ああ、そうだね。Awichもそうだね。うちなんちゅ。あきこさん。あ、だからあれらしいですよ。あの、Awichって、あきこって漢字を、まあ、だからアジアのア、うん、で希望の木、うん、で子供の子、うん、なんで、アジアン、ウィッシュ、うんチャイルドから頭文字取って A に一緒。そういう意味なの、はい、最近知りました。へぇー。あの人でもさ、この、まあ、歌で今はさ、今、またヒットしてるけどさ、その前からさ、頭いいからさ、結構なんか討論とかでも、なんかいろんな番組出てたよね。なんかそれから知ったんだよ、私まずは。あれです歌からじゃなくて。なんかや、098TV 線。あ、そう、それかも。あれ、あの人の会社がやってる。あ、そうなの？会社持ってるんですよ。なんかさ、男の人と、あの人も会社経営の、じゃ、はい、社長さんかな、はい、ああ。浅戸重信さん。ああ、だからか。浅戸さんは、何回か来てます。ああ、そうなんだ。火曜日の番組が直接知り合いで。はあ、はあはあ、はあ。8回ごとに、ゲスト呼ぶっていうジンクスが。なるほどね。そう、だからそれからスタートしてるから、まさかのあのキャラが違ったからびっくりしたわけ。でもあの番組の時からすごい知的な方だな。そうそう、めっちゃ知的で、あ、だからそっち系の人なのかなと思ったわけ。そしたら全然違うじゃんね。アーティストだったじゃん。と思って。いや、でもラッパーっては言ってたんで、こんな格好してるんだ。知らなかった、全然知らなかった。まあでも頭回るから口も回るんだ。うん、めっちゃ、すごい。頭いいよね、あの人ね。江口さん、沖縄市出身で、一個上って、下手したら知り合いじゃないかな。ああ、可能性あるね。どっかで繋がったから。怖い。皆さん、みんなとこに来た。こんばんは。よかった。ごめんね、待機場所ないけど。あ、そうそうそう。すいません。すいません。めっちゃ。あ、そうそう。ないでしょ。めっちゃ。マジで、マジでさ。カープボイさんから。まなみちゃんテイラー・スウィフトのライブ当たったって言ってたけど。ええマジ当たるのすごいじゃん。エウィッチ好き。ケンジ？ケンジって来てるよ。大月ケンジ。懐かしい。いやー、マジで。今日の体験はすごいね。なかなか。足りないな。あ、逆に？逆に足りないですね。一曲なんか流さないと。あ、キャさんなんかおすすめ。行こうか。ちょっとこの SD カードに入ってないんで。うん。とりあえず。とりあえず、なんか適当にかけます。いや。エイウィッチ。うーし。あっほー。すごい面白い。響くね。あー、やった。どうした？いけた？ちょっと一つ欲しかったデータが入ってたんで。ナイス。いける？あ、いや、音楽とまた別です。ああ、そうね。ああ、全然。ちょっとややこしかったですね。いえ。じゃん。まあ一応音楽いくつか入ってるんで、それからなんか。いける？オッケー。あ、これ。ちゃう？あ、これか。
かりにくくない？いや、わかりにくい。ワン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 だよね。いや、チーンがやりやすい。だから、これだよ。あれ、どこだ？いや、あれはカーンだから。あれ？これでしょ？これ。あ、そうそう。これ供養だから。じゃあこれは？こっちだ。まだこっちだ。うん、こっちでしょ。今日はこっちだ。今日はね、効果音をよく使おうっていう日。あ、でも今日あれだな、カモンさん、まだ2つしかゲットしてない。そうだよ、みんな。どうしたの？ゴーさん、連呼しないの？スニッカーズ。黒と白あるよ。好きな色。黒か白かは紙一重だよ。いや、違うわ。違うわ。明らかに違う。何でも黒か、大丈夫よ、できる。いや、大丈夫じゃないよ。来た？ウィーラストゥーよ、はい、ラストゥー。何流したの？僕の好きな曲です。古っ。いいじゃん、いいじゃん。古いのも新しいのもいいよ。聞いたことあるかな？あ、ずっとあると思うんですよ、これ。結構有名な曲です。この頭はちょっと今分かってない。懐かしい。なんだろう、何かの CM で使われてたよね。結構 CM とかでよく使われてるんですけど、ね、これミュージックビデオが18禁です。やばマジで。2パターンあったらしいです、ね、うんうんうん、18禁版。ワンナイだよって。ああ、ワンナイもそうでしたね。ワンナイって何？ワンナイっていう番組？はい。あは。ワンナイって何だっけ？お笑い番組ですよ。岡村？うん、違う。え、誰？ワンナイは、あれよ、雨上がり消したいとかあっちで。ワンナイ？もうワンナイとカーニバルしか思い出さないんだけど。近い。名前が近い。ワンナイカーニバルイエメンのより。そうそう、そっちしか思い出さない。どんどこどん。わからん！ぐさんぐさん。あ、ん？わからんな、ワンナイ。懐かしい。クズだ、クズ。だからクズが出た番組さ。クズ最高だよ、マジで。が出た番組を話題。ワンナイ、あんまり覚えてないな。あの、グッサの。チョコボール向かいのあれね。チョコボーイみたいな。わからんけど。すっごい黒くしてでっかでかね。ねえ、グッサンとか今どうしてるんだろうね。もう見なくない？いるいる。そうなの？全然見ないね。重い山口。え、ガレッジセールも出てたの？出てた、出てた。そうだよ。あこあこあこ、しっぽのわーよー。僕だって声で やり刺さってるんだろう。全然わからん。落ち武者。うん。あ、落ち武者か！トドロキさん？トドロキは、まあ、トドロキはあるじゃないですか。宮迫さんです。だよね。キュン！ゴリエとかゴリエ。おい、でも黙ってろ！ゴリエ。でも黙ってろ！怖っ。キュン！似てる！似てる似てる。ウケる。ファイナルシースター。グッサンは出演料高いんよ、落ち武者。ギノ&マンタ。でもあの番組絶対令和の今では放送無理っすよね。そうね。だってあの時代でコンプラ違反で終了したんだよ。もうガチガチでダメだね、今。でも、なんかね、なんかの、あれで言ってた、あの、バラエティ出てる人が、なんか、なんて、なんて言ってたかな。楽しいのを共有するのはいいけど、うん、面白いも、ロイのを追求しちゃうと、やっぱり傷つける人が出てくるって言ってた。ああ。なんか名言だなって思った。確かにみんなで楽しむのはいいけど、なんか面白いの追求しすぎるとっていうのがあって、やっぱ葛藤するって言ってた。まあ、ええー、と思った、うん。そうそうそう。あの辺もそうでしょ、だって。だから発想の転換なんですよね、お笑いって結局、うん。そうだよね。どれだけこの逆に捉えられるかとか、うん、いろんなこのあれなので、うん、結局、強いこと言ったりとかするのも、結局が、うん、逆に捉えてほしいから言ったりとかする。うんうんうん、その辺がやっぱり難しいです、ね。埼玉の郷さんが。小池栄子も出ていたしね。小池さんマジ好きで、今のお笑い番組つまらなすぎる。あ、その話は、次、港くんたち来てるんで、番組に振ってあげてください。だから、僕がよくやってる、シュプリームさんが喜ぶ、
あの、下水子供とか、ね、あれも多分傷つく人がいるじゃないですか。ねえ、誰もマジでマジでウケるわ。いやこれまだコンプラ違反してないよ、うん、まだギリギリね、ギリギリのラインね。お母さん買って買って、都合のいいよのお金で買って買って、マジでダメ。こういうのコンプラ違反ですよ、マジでダメ。カンボーイさんから、爆笑問題の太田3つ光か、お笑いは自分たちはいじめをしてるんだって自覚してやらないとダメなんだよって言っていたよ。ああ、お金稼ぎようって、うん、なるほど。兄さんお疲れ様でした。気をつけてお帰りください。また来週楽しみにしてます。響きすぎ。はい、ということで、本放送終了しました、はい。本日もありがとうございます。次の番組、港くんでちゃんと来てるんで。はい。はい、どうぞ、ご参加して。はい。お笑い話してください。そしてこの回は今響き渡っております。ぜひぜひまた来週も見ていただけたらと思います。みんな今日もありがとうね。あーにょー。ゴリエのミッキーの CD 持ってるっす。いいね。前から通らないといけない。